ドナルド・ペルトンは元アメリカ国家安全保障局の職員。借金に困ってソ連のスパイとなったがその後逮捕された。ペルトンがソ連に漏らしたアメリカ側の情報としてソ連軍の海底ケーブル盗聴作戦アイビー・ベルがある。ペルトンは最初アメリカ空軍に勤めそこでロシア語を教わった。1960年代通信防止活動のために パキスタンのペシャーアワルに派遣される。ペシャーアワル駐在中はギャンブルに興ずる姿がしばし目撃されていた。ペシャーアワル25ヶ月滞在後、国家安全保障局に移る。1980年にペルトンは NSA を退職する。その後は安全保障とは関係のない職を転々とするものの、家の修理などの費用がかさみ、借金がどんどん増えていった。 休暇でオーストリアを訪れたペルトンは、ウィーンのソビエト大使館を突然訪ね、そこで KGB の責任者との面会を要求した。諜報機関員への面会を許されたペルトンは、口頭でソ連軍の海底ケーブル盗聴作戦、アイビーベルについて説明した後、見返りとして金銭を受け取った。1985年8月、ソ連の外交官、 ビタリー・ユルチェンコが米国に亡命。ユルチェンコはペルトンがソ連のスパイであることを CIA に暴露した。ペルトンはスパイ行為の証拠になるものはソ連側に一切手渡しておらず、すべて口頭による情報伝達で済ませていた。このため、アメリカ側はペルトンがスパイである証拠は何も持っていなかったが、一旦取り調べが始まると、ペルトンは直ちにスパイ行為を認めて自供した。 なお、ユルチェンコは、実は、ソ連側の二重スパイであって、その後間もなく、ソ連に帰国してしまう。ペルトンは、ユルチェンコによるアメリカへの手土産として、ソ連側にいいように利用されて捨てられた格好となった。終身刑3度の判決を受けて服役中だったが、2015年11月24日に、釈放された。ありがとうございます。